ジェルソン・ダニー・バター・ギャ・マルティンスは、カーボベルデ・プライア出身のプロサッカー選手。ポルトガル代表。エースモナコ所属。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。カーボベルデの首都プライアで生まれ、10代で、ポルトガルに渡った。CF ・ベンフィカというクラブでプレーを始め、2010年に、スポルティング CP のアカデミーに入団。 2014年3月にリザーブチームに昇格し2019年までのプロ契約を結んだ。2014年8月のリーガプロ SC オリア年生戦で途中出場しプロデビュー。12月のビトリア・ギマラン・イスビー戦でプロ初ゴールを挙げた。2015から16シーズンからジョルジェ・ジェズス監督によってトップチームのレギュラーに抜擢された。 8月の CD トンデラ戦でプリメーラリーがデビュー。2016年1月の CD トンデラ戦でクラブ通算5000ゴール目を挙げた。2018年7月25日、アトレティコ・マドリードへ5年契約で移籍することが発表された。スポルティング・ CP とは契約を解除したためフリー移籍となる。2019年1月27日、AS ・モナコに シーズン終了までのレンタル移籍。2019年7月1日、AS、モナコへ完全移籍し、2024年6月までの5年契約を締結した。2019から20シーズンは、リーグ戦21試合4得点を記録し、主力として活躍していたが、2020年2月1日の、ニームオリンピック戦において、t m エバカヨコが退場となった判定に対して、 月光し、ミカエル・ルサージュ主審を突き飛ばし、レッドカードを提示されると、再び突き飛ばして、怒りをあらわにした。この具行により、同年2月6日から8月6日までの6ヶ月の出場停止処分が下された。しかしフランスサッカー連盟は、新型コロナウイルスの影響で中断されその後、打ち切りとなったリーグ案において、中断された3月13日から6月30日までを、 出場停止期間としてはカウントせず、出場停止処分は、さらに約3ヶ月半延長され、11月末頃までプレイ不可となった。各年代でポルトガル代表に選出されている。ハンガリーで開催された UEFAU-19 欧州選手権2014では、全試合に出場し準優勝に貢献した。2015FIFAU-20 ワールドカップでは、 セネガル戦とニュージーランド戦でゴールを挙げたが、チームは準々決勝で敗退した。2016年9月、2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のアンドラ戦とフェロー初等戦に臨む、ポルトガル代表のメンバーの一人に選ばれた。アンドラ戦で72分にペペと交代し、A 代表初キャップ。ありがとうございます。